で、この中で何が言いたいかというと、ある男にその成したい本さんがの料理は順番が一定化です。この違う好みの朝から順番が変わっていくと、物事の全ての順番が必要なんだなという感じです。今日お伝えしたのは、顔で考えるというか、自分で決めるというか、実はね、最も大事なのはこの順番が今日一番覚えているというか、どんな順番で話すかというのを、覚えていただいて、まあ、そのトレーニングで、ね、マスターして、で、成果を生かしてください。大事なことは、話す内容ではない。話す内容ではなくて、話す順番。その順番ということを見ながら、内容に例えば面白いな、意外性なのかな、あ、そう、なんで授業使われるので、これ何っていう話をする簡単に、そういう話もっと思わない。そのように、ハードレッジの本屋さんに買い出すコーナーがあるんですけど、本で、はっきり言って、それで月曜日さんにとっては会話をしていく上で作っていくのが大事なんですけど、それがなくても十分にできることを伝えたい。で、なぜまず